条件ということで、ソフトバンクの場合はもうあの松坂との投げ合いで、ね、この斉藤君かなり力使ってますからね。ただあの第一そうですね、ある程度のことは考えてますけれども、まあ、松坂君のエースとの投げ合いというのはね、相当疲労があると思いますけどもね。落ちそうだ松坂の次の9月26日のこの セミノールがあのシーズンの終盤に向けてどん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 調子上がりましたよね。終盤は素晴らしいあのバッティングですよね。を締めるというね。川崎先頭を取ります。ワンアウトランナーあります。8回の裏北海道日本キャッチャーがスローで今日は内野ゴロ。どうしたか肩の不安をね、負担をちょっと減らす意味でもね、高すぎると追い込んでから腕もいって取れるので、おーボールよく投げます。初めてのノースリーをワンスリーにしているのは147キロ斉藤和美。
川端だったり、森本は緑だったり、はい、すごい個性的ですよね。同じ色にしなさいっていうのがね、あるんですけども、まあ、そのぐらいはいいんじゃないですかね。一色と、覚えていいと思います。札幌ドーム。150キロ通り。川崎さん、はい、6年ぶりの仲良かというこの斉藤和美ですね。そうですね、まあ、こういうね、大事な斉藤和美も日本ハム打線をここまでは無得点に抑えています。この4回も2アウトランナーなくてバッターボックスには次の5点も続いたので、はい、大変でしたけどね。さあ2アウトランナーなしです。0対0、ここまでスコア戦ファールです。引き分けで日本ハムが25年ぶりの優勝が決まります。ファールボール。9月のこの関ノールはすごかったですね。本当にすごかったですね、痛いところでたくさん打たれて本当に痛かったですよね。はい、三振。外のストレートで三振。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。攻撃、この回は稲葉から始まります。マウンド上には中4日、エースの勝ちました、ソフトバンク。グッドさん、はい、一塁側ソフトバンクですか、ええ、この中4日での登板だった斉藤和美なんですが、はい、プレーオフが始まる前に関係ない、チームと心中するくらいのつもりで投げたいと話しました。中4日で2回登板して以来、6年ぶりというこのマウンド上の斉藤和美。ただここはノースリー。ワンスリーというような形になったわけですね。そうですね、こっちの人も投げるような、はい、その気にしの感覚にはなってるわけではないですけど、レフトへファールボールです。バッターによっては緩急勝負、早めの勝負も必要かもしれないというふうに、ピッチャーというよりは球が良すぎてバッターが当たらないんですね。だからなるべく一発で決まりづらいんですよ、そういう意味で球数が増えるかもしれませんね。一二塁間がずれた、自らベースを踏んでワンアウトです。自分が三振取られたり、そういう過去の打席をうまく利用して、さあ初球はファウルで2球目ファールボールです。そして今シーズンないと思いますよ、ね、やっぱりランナーがいれば右方向に当ててくるバッティングをしていますので、はい、この辺はこれはシーズンを1位で通過して、そしてこのセカンドステージ、あとバットは回った三振、ツーアウト。レッドさん、はい、皆様今日とこのプレーオフで自分の打席で入場曲が初めて流れるんですよ。おで、お気に入りの曲が流れるのが今から3年目の選手です。この稲田、空振り。いや、ファールボール。今日は第1打席はショートゴロです。いや、まあ、普通通りだと思いますよ。ただですね、ちょっとだるいのかなと。あ、まあ、いわゆるいつもの躍動感ですね。いつもの躍動感。1点を取られたチーム以外は完璧なピッチングでした。ファールボール。
川崎さん、あの時の内容的になんていうか、もう座り込んじゃって、これこそまあ成功できるそうですね、そういう感じだったらしいんですけども、これは勝負の球を取れた。さすがに斉藤和美には相性のいい稲田、2アウトからセンターバック。だけだったらセリーグに本当に負けないボリュームができると思いますよ、はい、それとあの何か、はい、どういうチャンスを広げて上位につなげていくかで勝敗が変わってきますからね。はい、ランナー走った、ファルボール、パスもしていました、パパをファルボール、空振り三振。ここは斉藤和美、今日1勝を期待して、もう今日もスタンドは満員です。さあ6回の裏、金子から始めました、はい、その裏のこのハムの攻撃ですね。そうですね、この金子さん、このプレーオフ東京味方がピンチをチャンスを逃した後っていうのは聞いたもんです。そうですね、ライトへ、こちらを向いた、ワンアウト、ね、非常にまあ、でもその中でいろんな勉強もできましたし、はい、いい経験させてもらったと思いますよ、両チームにもこの裏のファイターズの攻撃、空振り、ツーストライクノーボールです。すれば25年ぶり、実は、まあ、楽天を除きまして12球団の中では最も優勝から遠ざかっているチームということになります。去年佐々木さんがいる千葉ロッテが31年ぶりの優勝を果たしました。空振り三振、これで2アウト。なんといっても投手の4冠を獲得しました、この斉藤和美、バッターボックスは田中ですということになります。ただなんといってもポストシーズンで実は勝ってあの松坂を抑えました。さあ一塁二塁間抜けた、2アウトからヒットで出ます、2アウトランナー一塁。その時にも今年は田中は走ってきます。さあパリーグ2冠のこのバッターボックスの小笠原、変化球はボール止まってくるか、ストレートきました、ツーストライク。そしてバッターボックスは北の侍小笠原、ランナースタート、空振り、走った田中は関係なし、中4日での登板の斉藤和美もここまで点を取ってあげたいですよね、はい、差し込まれた、これが取れるか、ワンアウト。けれども稲葉の時にはこうやって札幌ドームのお客さんがぴょんぴょんと飛び跳ねます。ですからそれで球場全体、昨日はちょっと力んでしまいました、アドレナリンが出たかなと、そんな話をしています。この稲葉、する長い冬のための準備で何か憂鬱な季節なんだそうです。しかし日本ハム、その言葉通り、昨日は満点の笑顔、空振りです。ランナーが100球目、ストレートはボールです。ワンフィースはついにあの伝説の沢村さんを抜いてトップに立ちました、この斉藤和美。一方こちらも伝説です、新庄。新庄、これは素晴らしいですよね、一人で貯金10も20のつくわけですから、空振り、ツーストライク、ツーボールです。何年も聞かないですよね、最も今年数字を残した男、新庄、引っ張った、ライナー、第3打席はサードライナー、悔しそうなその白い歯が覗きました、はい、あまりにもその球のレベルが高すぎてですね、一方でもなかなか打ち返せない状態なんですね、はい、バッターボックスは鶴岡です。その期待に十分すぎるぐらい応えています。サードカブレラ、2アウトです。山田さん、あのファーストにこのホークスの野菜骨を支えてきました斉藤和美、
回もツーアウトを取りました。誰も狙って打ってないんですね、一人ぐらい狙って打ってもいいかなと思うんですけどもね、でも狙ったらあんな打ちやすいと思うんだ。センターへ大村追いつく。こちらも守備範囲の広い大村、ちょっとがっかりな表情は。割れんばかりの歓声となった札幌ドーム9回裏です。場内の声援というのはピッチャーにとってはものすごいプレッシャーだと思うんですが、まあ、そうですね、まあ、9回1回、ボールファウル。さあバントの構え、キャッチャーの前、送りバットは成功、一塁はアウト、ワンアウトランナーに的場立ち上がっています。今年でバッターですからね、はい、もうここは札幌ドームもブーイングありません。やばい、そう話しています。バッターファウル、ファウル、グレーがベースに入りますが、あと小野さん気になってなって追い込んで、ラトバー外に構えます。大きいのもありますけど、この三振もやっぱ多い、はい、比較的ピッチャーから見ればこのフォークで三振取る確率は非常に高いバッター。初球ストレートボール、いや、止まらない。ワンボールバッティングから投球2球目、